ニムロド・ピーテル・ブリューゲル、バベルの塔左下に作業中の石膏たちに指図するニムロドが描かれている。ニムロドは旧約聖書の登場人物。創世紀、第十章においてクシュの息子として紹介されている。クシュの父はハム、その父はノアである。地上における最初の勇士でカリュドであるとされる。ユダヤ人の伝承が記されたユダヤ古代史では、 バベルの塔の建設を命じた王とされる。同時代の登場人物たちは概ね民族の代表者として記録されており、その名前はそれぞれの民族名をも兼ねているのだが、ニムロドの場合、そういった民族的な背景は触れられずに単なる個人名として記されている。また、単独で紹介された人物としては相対的に情報量が少ない。だが、同時代人が残した言葉により、 彼がカルードの英雄として有名であったことは今日でもよく知られている。その他、彼の王権がバベル、ウルク、アッカド、カルネといった古代都市を含むシンアールの地、及びニネベ、から、レセン、レホボットイールのあるアッシリア地方にまで広がっていたことが創世記では述べられている。また、2カ所ではアッシリアについて予言する際、同地をニムロドの地として言及している。 一方、ミドラー種ではよりネガティブな人物として想定されている。それは、彼の名前が即、神に対する反逆を表明しているからである。つまり、ニムロドとは、ヘブライ語で、我らは反逆するを意味している。カルードとしての彼の行為も、また、凶暴かつ残虐的に描写されている。ナカンズク、バベルの塔の建造においては、その企画発案者とみなされている。 ユダヤ人社会では、比較的ポピュラーな個人名として通用している。古来、伝説上ニネベを建設したとされるニムスとニムロドを同一視する説があるが、最新の研究では、アッカドの狩猟農耕の神と称えられたニヌルタ、あるいは、王名にその名を冠したトゥクルティ・ニヌルタ、あるいは、シュメール王名表に、ウルクの初代王として記録されているエンメルカルなどが、ニムロドと見立てられている。 ニムロドの誕生日は12月25日の日曜日とされ、それはバビロニアの大安息日でもあるとされる。したがって、クリスマスはイエスではなくニムロドの生誕を祝う日とされる。メリークリスマスの X という十字に似た文字はニムロドのシンボルとされ、メリークリスマスはマジカルオアメディメントコミニオンウィズニムロードという説がある。また、カトリック教会や この教派で行われるマリアスーの起源をニムロドとセミラミスに求める論が存在する。ニムロドが建てた国の一つであるバベルの宗教が後にカトリック教会となり、セミラミスを神として信仰する女神崇拝がマリアスーとなったという主張である。日本でも高木啓太と足田拓也が著書の中で女大祭司であるニムロデの妻が タンムズという息子を奇跡的に妊娠したと主張し、人々に彼を救世主と解き、これが息子を抱く天の女王崇拝の原型となったとし、天の女王を世界各地の女神信仰と結びつけ、さらに広大のマリアス受けにつながったとしている。マイケル・バーカンによれば、こうした説の起源は、スコットランドの神学者にして、フリーメーソンであるとされるアレクサンダー・ヒスロップによる、 反カトリック冊子、二つのバビロン教皇崇拝は、ニムロで夫妻崇拝であるに求められる。ありがとうございます。